ねえ海、水上アスレチックとか興味ある？水上アスレチック？確か海やプールに滑り台などのアトラクションを浮かべたものですよね。面白そうだと思いますが、突然どうしたのですか？パパの知り合いに観光協会に勤めてる人がいて、今度イベントで海に大きな水上アスレチックを設置するらしいの。それで友達と行ってきたらって。それはとても素敵なお誘いですね。ぜひ行ってみたいです。ほのかたちにも早速聞いてみましょう。あ、ちょっと失礼します。もしもし。久しぶりですね、カリン。どうかしたのですか？久しぶり、ウミちゃん。前にミューズとうちの同好会で一緒にトレーニングしたでしょ？また一緒にやりたいって話がこっちで出てるんだけど。本当ですか？こちらも大歓迎です。それでは詳しい日程を。あ、カリン、少し待っていてください。マキ、虹ヶ崎の皆さんも水上アスレチックにお誘いしてはいかがでしょう？虹ヶ雲？まあ、いいんじゃない？人数が多い方が盛り上がれるだろうし。ありがとうございます。お待たせしました、カリン。実は今度。虹ヶ崎の皆さん、水上アスレチックに全員来られるといいですね。ほのかたちも予定を確認すると言っていましたが。全員揃ったら揃ったで騒がしくなりそうだけど。おーい、うみちゃん、まきちゃん。よう。お久しぶりです。一体どうしてここに？東京で高飛び込みの大会があったんだ。もう帰るんだけどね。でもまさか二人に会えるなんてすごい偶然だよ。本当に、なんという偶然でしょう。そうだよ、もしよかったら今度ミューズと虹学で水上アスレチックに遊びに行くんだけど、もし都合が良ければアクアも一緒に行ってみない？マッキー。ええ、そうなんです。どうでしょうか、ヨウ。水上アスレチック？行きたい、遊んでみたい。やったー、すっごい楽しみ。チカちゃんたちにも聞いてみるね。よろしくお願いします。こないだプリおはようございます、花丸。よ、アクアはあなた方2人ですね。うん、他のみんなは用事があるみたいでごめん。別に謝ることないわよ。来てくれただけでも嬉しいわ。こっちも私と海しか都合がつかなかったんだし。あら、私たちが最後かしら。おはようございます。今日はお招きいただきありがとうございます。虹ヶ崎はカリンとしずくの2人ですね。では全員集まったのでイベント会場へ向かいましょう。よっそらー。ここがイベント会場ね。すごい人だわ。うっかりしてるとはぐれちゃいそう。しずくちゃん、もじもじしてないでちゃんとついてきてね。あの、かりんさんに選んでもらったこの水着、着こなせていますでしょうか？大丈夫よ、ちゃんと似合っているわ。あれが水上アスレチックかな。本当に海の上に浮いてる。滑り台とかジャングルジムみたいなのもあるよ。
よし、遊び尽くすぞ。待ちなさい。十分に体をほぐさないまま海に入るのは危険ですよ。まずは準備運動です。あれ、花丸さん何を見ているんですか？みんな、丸はすごいものを見つけてしまったずら。すごいものってこのビーチハウスのこと？別に変わったところは。あ、もしかしてこれ？そう、今日のイベントのために用意された超豪華かき氷。しかも限定10食。これは食べなければならないずら。超豪華かき氷、これは美味しそうですね。あ、そのかき氷、注文してる人がいるわよ。すごいわ、キラキラして宝石みたい。今日限定10食だけ、いや、注文した人がいるから残り9食。確かにこれは食べなきゃ損かも。限定の超豪華かき氷、どうするの？アスレチックに行く前に食べる？私はどっちでもいいけど。食べるずら。そうね、せっかくだし私も食べようかしら。私もこの芸術品のようなかき氷をぜひ味わってみたいです。待ってください。海に入る前にかき氷なんて食べたら体が冷えてしまいます。お茶、かき氷より温かいお茶にしましょう。お茶？そうです。それに私たち全員が注文したら10食、いえ9食ですか。そのうち6食も私たちが独占することになってしまうんですよ。ファンの方々の応援に分け隔てなく感謝の思いを捧げるスクールアイドルとして、そのような独占行為はいかがなものかと思います。なんで今スクールアイドルが出てくるのよ。海ちゃんの言うことも一理あるわね。実際何食残ってるのかはわからないけど、もしかしたら残り全部私たちが独占しちゃうことになるかも。ああ、そっか。確かにそれは他のお客さんに申し訳ないよね。そうだね、独り占めは良くないずら。では残念ですが、かき氷ではなくお茶ということで。我慢のしすぎというのも精神衛生上よくありませんから、どうしてもというなら食べるのもありかと思います。どっちなのよ。食べていいずら。ただし、さっきも言った通り、私たちでかき氷を独占するわけにはいきません。食べる人を今から水上アスレチックで決めましょう。私たちはちょうど6人ですから、ミューズ、アクア、虹ヶ崎の3チームに分かれて、一番早くアスレチックを一周できた人のチームがかき氷を食べる。なるほど、それなら先にアスレチックを楽しめるし、かき氷も2つで済むと。面白そうじゃない。自分の体を使ってご褒美を手に入れるなんて。早くゴールできればそれだけ限定品のかき氷を注文できる可能性も高くなりますね。そうだね、アスレチックも早く遊びたかったし、私も海ちゃんの提案に乗った。かき氷のためなら何だってするずら。食欲の力で絶対一番を手に入れるずら。はあ、いいんじゃない、好きにすれば。決まりですね。ではこれより超豪華かき氷をかけた水上アスレチックレースを開始します。
皆さん、準備運動は済みましたか？バッチリズラ。優勝商品への熱意が全身に伝わって力がみなぎってるズラ。すごい気合ですね。私も準備万端だよ。こんなに楽しい勝負ができるなんて嬉しいな。絶対負けないよ。私も先輩たちに負けないように全力で挑ませていただきます。マキ、あなたもしっかり体をほぐしておいてください。地面の上とはわけが違いますから、揺れや転落にも注意してくださいね。はいはい。まったく、いくらご褒美が数量限定品とはいえ、そこまで本気にならなくてもいいんじゃないの？マキちゃんはクールね。みんなが熱くなりすぎなのよ。とかなんとか言っちゃって、本当は自信なかったりして。はあ？さっき海ちゃんも言ってたけど、海の上は地面とは勝手が違うわ。波で揺れるから足元は不安定、表面も海水で濡れて滑りやすくなってる。そんな場所でうっかり転んだり海に落ちたりしたら、あっという間に最下位になっちゃうわね。怖くて震えちゃうのも当然だわ。怖いなんて誰も言ってないでしょ。いいわよ、やってやるわ。1位と2位はミューズがもらうから。お互い頑張りましょう。皆さん並んでください。行きますよ。それではスタート。そりゃあ、わっ、ようさん、なんて俊敏なスタート。さすが高飛び込みの選手、水のフィールドは強いですね。今やってるのは高飛び込みじゃないわよ。よっ、ほっ、てい。このアトラクション面白い。ありゃ、今度は道が途切れてる。これはジャンプしろってことだね。せーの、トゥー。おっと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 、着地。さて、次はなんだ？トンネルかな？おお、濡れてて滑る。ヨウちゃんってば、軽々クリアしていくわね。これは強敵だわ。ゆらゆらして、お尻にくい。ずらあ、花丸ちゃん大丈夫？今助けに。わあ、大丈夫ずら。それより先に行って、ヨウちゃん。でも、マルに合わせてたらヨウちゃん遅れちゃう。一番大事なのはゴールすることずら。大丈夫、必ず後を追うから。マルに構わず行って。花丸ちゃん、わかった、必ず来てね。信じてるから。なんなのこのやりとり。なんて強く美しい友情なのでしょう。ヨウさん、花丸さん、敵ながらあなたたちの再会を願わずにはいられません。なんであなたが泣くのよ。はあ、ここすごい、トランポリンだ、楽しい。よう、そんなに跳ねないでください。バランスが。ごめん、大丈夫？捕まって。ありがとうございます。先に行くわね。失礼します。
しまった。すぐそばで起こったトラブルにも全く動じないとは。私たちも行きますよ。よう、うん、待てー、チーム虹毒。あなたたちもお互い敵同士だって忘れてない？かき氷絶対食べるずら。この階段結構急ね。気を抜くと踏み外しそう。しずくちゃん気をつけて。足元が不安なら手をついて降りてもいいわ。はい。波の揺れもあってちょっと怖いですね。ゆっくり降りれば気にならないのかもしれませんが、他のお客様もいらっしゃいますから、あまりスピードを出すわけにもいきませんし、思った以上にやりにくいです。けどまだ落ちも転びもしてないわ。歩調もそこまで乱れてないし、しずくちゃんはバランス感覚がいいのね。そんなことないですよ。本当はすごく不安です。一歩踏み出すだけでも恐る恐るといった感じで。でも体の軸はそこまでブレている感じがしなくて、部活でやっているトレーニングの成果でしょうか。そっか、しずくちゃんは同好会の他に演劇部でも柔軟や筋トレをしているんだったわね。しっかりその効果が現れているんだわ。嬉しいです。私ちゃんと成長できているんですね。そうね、成長を実感できるって嬉しいものよね。あそこ水たまりがあるわよ。あ、本当だ、ありがとうございます。次は飛び石のアトラクションね。よっ、あと、ほっ。カリンさんもスタートからずっとしっかりした足取りで進んでいますよね。よっと、揺れにも動じないし、さすがカリンさんです。ありがとう。でもね、実は私初めてじゃないの。初めてじゃないとは？水上アスレチック、前に雑誌の撮影で体験したことがあるのよ。ここと同じような作りのアスレチックで遊ぶ様子を撮ってもらったわ。そうだったんですか。経験者のカリンさんとペアを組めているなんてとても心強いですどんなことでも役に立つ日は来るものね。他のみんなには悪いけど、経験値の差を存分に発揮させてもらうわ。幸い私たちはまだ海に落ちていないから体は乾いてる。水着でもやっぱり濡れている方が重いからね。他の2チームよりちょっぴりだけど有利よ。このまま一度も海に落ちずにゴール。この丸太の橋みたいなアスレチック、グラグラして全然安定しない。今までで一番厄介かもしれないわね。滑らないようにしようとすると体に力が入って余計進めないずら。困ったわ。さっき落ちてロスした分を早く取り返さないといけないのに。ふーん、それなら慎重に進んであげるわ。無理に急いだら丸太が揺れて後ろを歩くあなたがまた落ちちゃうかもしれないしね。あら、意外と作詞。でも私を抑えてもしずくちゃんが、うわぁ、あの丸ちゃん、なんでいきなりそんなところ掴むの。ごめんずら、カリンさん、何かに捕まらなくちゃって思ってつい。そうね、気持ちはよくわかるわけど脇腹はやめて
私を掴むのよ。先頭を走るのはヨウとしずくの二人、どうにか追いつかなくては。あ、危ない。マキ、ありがとうございます。危うく落ちるところで。あなた、もしかして落ちたのですか。巻き添えにされてね。まったく、みんなそんなにあのかき氷が食べたいわけ？まあ、めったに食べられるものではないですからね。必死にもなるでしょう。海もね、わざわざこんな勝負で食べる人を決めなくても、みんなで普通に注文すればいいじゃない。数が気になるならシェアしたっていいんだし。美味しそうなものを見て心が躍るのは何も恥ずかしいことじゃないと思うけど、ほんと、そういうところ素直じゃないわよね、海は。素直じゃないのはマキの方ではありませんか。最初はあまり勝負に乗り気ではなかったようなのに、今はしっかり楽しんでいるでしょ。楽しんでなんかいないわよ。負けるのが嫌なだけ。ほら、グズグズしてたら追いつかれるわ。行くわよ。次は滑り台。ずいぶん長いわね。でもその分アスレチックの広範囲を占めているようですね。先頭までの距離も一気に縮められそうです。と、私もここまで来たら最後までやりきるわ。えい。うわ、結構スピード出る。わっわやっほあ、楽しいですね。楽しくないわよ。よいしょよいしょだ。こんなに大きなジャングルジムまで用意されているなんて、水上アスレチックとは本当に大掛かりなものなのですね。カリンさん、大丈夫でしょうか。海に落ちた時、先に行くように言われたからそのまま走ってきてしまいましたが、二人のうちどちらか一方がゴールすればそのままチームの勝ち。でもやっぱりゴールは二人一緒が良かったです。すきあり。油断大敵。1位ポジションは返してもらうよ。ヨウさん、私だって。は、抜かれた。しずくちゃん、意外と負けず嫌いだね。残してきたカリンさんの思いを背負っているんです。負けるわけにはいきません。最後はまた滑り台。でもこの先はついに。待てー、しずくちゃん。あ、ヨウさん、あっという間に後ろに。しずく、ヨウ、ついに追いつきましたよ。かき氷はミューズのものです。誰にも渡しません。もうしっかり本音が出てるじゃない。いいわよ、しずくちゃん、そのまま逃げ切りなさい。ゴール目前にそんな事態だけは絶対に避けなければ。
海。うわあ、危ない。うわあ、うう、こんな狙ったようなタイミングで波が来るなんて。今日は落ちてばっかりだわ。せっかくラストスパートってところだったのに、気の抜けるアクシデントね。でもまだ勝負は終わってないよ。その通りです。この滑り台の向こうに栄光のゴールが。ずらー。え、水上アスレチックレース優勝はチームアクア。おめでとう。イエーイ、ありがとう。ありがとう、ズラ。負けた。かき氷が。全力を出し切りました。悔いはありません。おめでとうございます、ヨウさん、花丸さん。それにしても花丸が1位でゴールするなんて、正直予想外すぎてまだ信じられないわ。確か花丸ちゃんずっと最後尾にいたわよね。それが一点トップゴールなんて、一体どんな奇跡が起きたのかしら。丸もびっくりじゃ。多分だけど、最後波でアスレチックが揺れた時転ばなかったからじゃないかな。あの時花丸ちゃんだけ立ってたように見えたんだけど。ああ、なるほど。私たちあの時滑り台の前に固まってたから、みんな一斉にバランスを崩したのよね。でも花丸は離れたところをゆっくり走っていたから、あの転倒ラッシュに巻き込まれずに済んだと。最下位から1位になれたなんてドラマチックね。まさかそんなことで順位が逆転するなんて信じられません。ん？揺れって何のこと？最後の滑り台のところですっごい揺れたじゃない。グワーって。私たちみんなそれで転んじゃって。そうだったの？あの時はとにかく一番にゴールしてかき氷ってことしか頭になくて、周りがどうなっていたとか全然覚えてないずら。うっそ。食欲の力は偉大ですね。まあ何はともあれ、勝ちは勝ち。優勝チームには賞品を受け取ってもらわないとね。超豪華かき氷食べに行きましょう。わーい、いただきます。はん、氷はシャリシャリふわふわ、ソースや果物の甘さが体中に染み渡っていく。幸せずら。マルは今幸せを食べているずら。本当に美味しい。氷ってこんなにふわふわに削れるものなんだね。口の中に入ったらあっという間に消えちゃうよ。お二人とも本当に幸せそうに食べますね。なんだか私も一緒に食べているような気分になります。残りのかき氷はあと一食。ギリギリセーフだったわね。いつまで不満そうにしてるのよ。正々堂々勝負した結果なんだから
文句はないでしょ。いいえ、この勝負は波の揺れというアクシデントによって決しました。純粋な実力によるものではありません。真の勝者を決めるため、もう一度勝負をするべきではないでしょうか。はあ、またやるわけ？やります。かき氷は残り一食、最後のかき氷をかけて水上アスレチックレース第2回戦の開始をここに宣言します。第2回戦？やるやる、もう一回遊びたい。運も実力のうちって言うけど、海ちゃん聞きそうにないわね。ちょっともういい加減にしてよ。